は旅人が誘ってみろよ。こいつの誘いならいけるかも。平蔵さん、あなたでしたか。ひどいですよ。もうずっと会いに来てくれていませんよね。義務労働の調子はどうだい。牢屋入りよりはマシだよね。ええ、私はうっかり詐欺事件に巻き込まれたために平蔵さんに捕まって牢屋に送られたんです。僕が捕まえたんじゃないよ。あら平蔵さん、ご自分のやったことを否定されるんですか。もう心が真冬の氷のように冷たくなってしまったのね。平蔵さんが証拠と所在を提供しなかったら同心なんかには捕まらなかったのに。平蔵さんに比べれば彼らなんて相手にする価値もありませんわ。じゃあお前は神社で何してるんだ。義務労働に決まっているでしょ。平蔵さんにあれだけ情報を提供したんですから、当然原型のお手伝いもしていただかないと。でも結局は何も変わりませんね。やっと牢獄を出たというのに、葉っぱを吐いたり床を拭いたり、やっぱり労働しないといけない。もう私の手は繊細なのに。平蔵さんは本当に嘘つきですわ。君が事件解決に貢献したから義務労働に移してあげたんだよ。もし嫌なら牢屋に戻してあげてもいいけど、どうする。もう平蔵さんたら、私の尻尾をちゃんと掴んでいらっしゃるんだから。まあそれはさておき、この前詐欺防止の活動について話しただろ。明日は君をゲストとして招きたいんだ。ざっと計算すると1回で5日分の労働を帳消しにできる。悪くないだろ。5日ごときじゃ足りませんわ。じゃあ5日がダメなら4日ね。1日減っているではありませんか平蔵さん。3日。行きます、行きますから。もうこれ以上人の心を傷つけないでください。そういえばこちらの方もゲストなのですか。下次让旅行者上、他请的动。平藏先生，是您呀，您可真是狠心呀，这么久了也不来看看人家。义务劳动的滋味还不错吧，总该比牢里舒服。啊，是呢，小女子因为不小心卷入了一桩诈骗案，被平藏先生抓住，送进了牢里。可不是我抓的你。哎呦，平藏先生，您之前亲自干过的事转头就要不作数了吗？人家这心窝子正要比那寒冬里的冰渣子还冷了。如果不是平藏先生提供了人家的证据与行踪，人家又怎会被那几个小童星抓住呢？和平藏先生比，他们真是寡淡了太多呀。那你又在神社做什么？当然是社区义务劳动了。平藏先生从人家身上捞到了不少情报，自然要帮人家争取减刑啊。结果最后也完全没减下来嘛。蹲了那么久的大牢，出来还是要做这些社区劳动，整天不是扫落叶就是擦地砖。哎呀，我这娇嫩的手啊，哎。平藏先生的嘴，骗人的鬼啊！帮你争取社区劳动，是因为你协助破案有功。要是你嫌累，不如我再把你送回去怎么样？平藏先生，横竖您就是拿捏死了人家呗。别跟我来这套。上次跟你说的反诈骗活动，明晚想请你去做嘉宾，我算算。去一次差不多能抵5天的社区劳动，怎么样？还不错吧？才5天，够
我干什么的呀？五天不够，那四天吧。啊，怎么还少了一天呀，平藏先生？三天。我去，我去，您就别再伤人家的心了。说起来，这位也是明晚的嘉宾吗？